welcome to the tanuki book club a big thank you to all my subscribers and i hope you enjoy this new story today we listen to a short story by dasai osamu who is one of the foremost fiction writers of 20th century japan anime fans may know him as the beloved character from the anime series bungo stray dogs and avid readers may have read some of his famous stories, which are considered modern day classics. His work, Ningen Shikaku, has been adapted to manga, anime, and television. An autobiographical movie was released in 2019. All his characters, in varying degrees, carry Dazai's own persona. His feelings, his fears, his apprehensions, and convey his experience of the world to the reader. The stories he tells are of struggle and the tragic, but today we shall listen to a shorter and more hopeful narrative. 太宰さ作松商船のその小さい駅に私は毎日人をお迎えに参ります誰ともわからぬ人を迎えに市場で買い物をしてその帰りには必ず駅に立ち寄って駅の冷たいベンチに腰を下ろし買い物かごを膝に乗せ ぼんやり改札口を見ているのです上り下りの電車がホームに到着するごとにたくさんの人が電車の戸口から吐き出されどやどや改札口にやってきて一様に怒っているような顔をしてパスを出したり切符を手渡したりそれからそそくさと脇目も振らず歩いて私の座っているベンチの前を通り駅前の広場に出て そうして思い思いの方向に散っていく私はぼんやり座っています誰か一人笑って私に声をかけるおお怖いあ困る胸がドキドキする考えただけでも背中に冷水をかけられたようにぞっとして息が詰まるけれども私はやっぱり誰かを待っているのです 一体私は毎日ここに座って誰を待っているのでしょうどんな人をい,いえ私の待っているものは人間でないかもしれない私は人間を嫌いですいいえ怖いのです人と顔を合わせておかわりありませんか寒くなりましたなどと言いたくもない挨拶をいい加減に言っていると なんだか自分ほどの嘘つきが世界中にいないような苦しい気持ちになって死にたくなります。そうしてまた相手の人もむやみに私を警戒して当たらず触らずのお世辞やらもったいぶった嘘の感想などを述べて私はそれを聞いて相手の人のケチな用心深さが悲しくいよいよ世の中が嫌で嫌でたまらなくなります。 世の中の人というものは、お互いこわばった挨拶をして、用心して、そうしてお互いに疲れて一生を送るものなのでしょうか。私は人に会うのが嫌なのです。だから私はよほどのことでもない限り、私の方からお友達のところへ遊びに行くことなどはいたしませんでした。家にいて母と二人っきりで黙って縫い物をしていると、 一番楽な気持ちでしたけれどもいよいよ大戦争が始まって周囲がひどく緊張してまいりましてからは私だけが家で毎日ぼんやりしているのが大変悪いことのような気がしてきてなんだか不安でちっとも落ち着かなくなりました身を粉にして働いて直接に保役に立ちたい気持ちなのです 私は私の今までの生活に自信を失ってしまったのです家に黙って座っていられない思いでけれども外に出てみたところで私には行くところがどこにもありません買い物をしてその帰りには駅に立ち寄ってぼんやり駅の冷たいベンチに腰掛けているのですどなたかひょいっと現れたらという期待とああ 現れたら困る、どうううしようという恐怖と、い恐怖でも現れた時には仕方がないその人に私の命を差し上げよう私の運がその時決まってしまうのだというような諦めに似た覚悟とそのほかさまざまなけしからぬ空想などが異様に絡み合って胸がいっぱいになり窒息するほど苦しくなります。 生きているのか死んでいるのかわからぬような白昼の夢を見ているようななんだか頼りない気持ちになって駅前の人の往来のありさまも望遠鏡を逆に覗いたみたいに小さく遠く思われて世界がしとなってしまうのです。ああ私は一体何を待っているのでしょうひょっとしたら私は大変みらな女なのかもしれない。 大戦争が始まってなんだか不安で身を粉にして働いてお役に立ちたいというのは嘘で本当はそんな立派そうな口実を設けて自身の軽はずみな空想を実現しようと何かしら良い機会を狙っているのかもしれないここにこうして座ってぼんやりした顔をしているけれども胸の中では不埒な計画がチロチロ燃えているような気もする。 一体私は誰を待っているのだろうはっきりした形のものは何もないただモヤモヤしているけれども私は待っている大戦争が始まってからは毎日毎日お買い物の帰りには駅に立ち寄りこの冷たいベンチに腰をかけて待っている誰か一人笑って私に声をかけるおお怖い ああ、困る。私の待っているのはあなたでない。それでは一体私は誰を待っているのだろう。旦那様、違う。恋人、違います。お友達、嫌だ。お金、まさか。亡霊、おお、嫌だ。もっと和やかなパッと明るい素晴らしいもの。なんだかわからない。 例えば、春のようなもの。いや、違う。青葉。五月。麦畑を流れる清水。やっぱり違う。ああ。けれども、私は待っているのです。胸を踊らせて待っているのだ。目の前をぞろぞろ人が通っていく。あれでもない。これでもない。 私は買い物かごを抱えて細かく震えながら一心に一心に待っているのだ。私を忘れないでくださいませ。毎日毎日駅へお迎えに行ってはむなしく家へ帰ってくる二十歳の娘を笑わずにどうか覚えておいてくださいませ。その小さい駅の名はわざと教え申しません。 教えせずともあなたはいつか私を見かける」。